ライブでの MC はほとんどない安室さんですが、最後にはダンサーたちと抱擁、そして感謝の気持ちを自らの口で語りました。昨年発表させていただきました、今年の9月16日をもって引退させていただきます。デビューして25年いろいろなことを経験させていただきました。そしてたくさんのファンの皆さんに出会うことができました。いつも応援してくださってありがとうございます。9月16日以降、私がこうしてステージに立つことはありません。だからこそこの25年間が私の中でとてもとても大切な思い出になりました。こんな私に素敵な25年間の思い出を作ってくださったファンの皆さん、そしてサポートしてくださった全ての皆様に心から感謝しています。ありがとうございました。25年間ありがとうございました。涙の後は満面の笑み、割れんばかりの拍手に見送られ、歌姫が25年のステージに別れを告げました。